わあ、喉乾いてたんです。結構ゴクッといきましたよね。結構アイスコーヒーゴクッといっちゃいます、うん。お好きなんですね。結構毎日飲んじゃいます。あ、ね、このこれからの季節はいいですよね。そう、この泡部分がすごい上手ですよね。なかなか家ではね、普通に出しただけじゃできない。ですよ。なんかおしゃれなとこって感じですよね。うん、アイスコーヒー大好き。ゴールドブレンド、コク深めアイスコーヒーでございます。美味しいです。今回は元星組トップ娘役の日奈美風さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、宝塚を辞めておよそ半年、はい、ねえそうなんです。どうですか、もう一言みたいですけどもそうなんですよ、うん、なんか変わったことありますか。毎日人とたくさんこう劇団内の人以外にたくさん会えてるのが全然違いますよね。こういつもは星組のメンバーだけしか会えてなかったですけど、はい、それがこう久々に匠のその人たちと連絡取り合うようになりました。あ、でもそうですよね。ご自分が合わせてあげることができるようになったわけですね。なんか今何組が暇なんだなとかが分かる、うん、一気にこの組によってこう連絡の集中度合いが、あ、月組さんだとか雪組さんだって。ね、まだ同期もたくさん、ね、いらっしゃいますから、はい、きっといろいろとお仲間と遊ぶっていうことも多いんだと思いますけど、うん、はい、寂しいなと思うことはないですか。しょっちゅうあります。やっぱり寂しいですよね。ちょっとそうなんです。なんかちょっとでも日常で面白いことあると今の見たって言える人がいないんですああ、そうですよね。そうなんです。これ明日話そうって今のあれ見たみたいなのが、あ、ないんです。そういう時にちょっと寂しい。だいぶ寂しいです。じゃあだいぶ寂しいのとだいぶ自由にいろんな人と会えるのと係にかけるとどっちが嬉しい楽しいですかね。ね、また違った目で、とにかく宝塚が大好きですもんね。私の日奈美さんの印象は宝塚をとにかく愛する人っていう。いや、もう対談しても改めてやっぱ大好きです、ね、ファン時代も長くてご自身も宝塚に入られてトップまで行かれて、いや、もうそこにはとても感謝してます。もう本当ですよね。もう対談してから感激行ってもただのファンです、ね、何回ぐらい行きました。結構行ってると思います私あのどんな気持ちですか。 あそこもうちょっと足したらいいのにとか、あそこのお化粧が気になるとか、うん、意外とないんですよねもう純粋にファン時代に戻る感じ。純粋のファン時代の気持ちプラス同期生のそのあの時踊りできひんかったのにとか、あんなかなんか男っぽいことしてるの、うん、あんな見たことなかったのにとかで泣いてます。ずっと。あ、やっぱ泣いちゃうんだ。うれ、うん、なんか感動しちゃう。人の成長の素晴らしさをすごい若いのにね人の成長の素晴らしさを泣いてね。さて、こちらに気になるポスターが貼ってありますけれども、はい、ボイサリオン、はいはい、こちら9月の5日と7日にお出になるんですよね。そうなんです、はい、これ面白いですね。そうなんです。同じ話をこれだけいろんなキャストの方がやっていくってことですね。そうなんです。あの朗読劇っていうことで、はい、私その実はあまり見たこともなかったんですね。でこのお話いただいていろいろ見たりとか、はい、そして何といってもこのご一緒させていただく方々がすごいですね。私もファン時代からもちろんずっと見ていた方々なので、はい、街中で見つけてはキャーキャー言っていた方々をご一緒するという日々はどうなるのかと、うん、そうですね。春野すみれさんがコナンドイルやって、はい、ハリー・フーディーニを渋木純さん、はい、すごい。そしてシャーロック・ホームズはパクロミさんがやる。そうなんですね。すごいですね。そうなのです。そして私ね、このアニメも好きな、実は好きなのです。 あまりイメージないとは思うんですけれども。アニメも好きだったんですか。アニメ好きなんです。なのでこのあのご一緒させてはいただけないとは思うんですけど、あの声優さんの方々もすごい有名な方々なので、はい、感動しております。すごい。しかもクリエプレミア音楽朗読劇ですから、はい、ただの朗読劇というよりは音楽もあるってことは、歌、生演奏ですよね。生演奏なんだ。とお歌もあるのかな。あるんじゃないですか。だってこれだけ、しかもなんかまあ朗読だからあれですけど、ね、うん、ちょっと踊りも見たい。でもなんかお衣装もちゃんと、はい、その
少年の役させていただくんですけれども、ね、小説家記述王謎の少年名探偵の謎の少年クロフト。そうなんです。あまり謎っていうイメージはないと思いますが自分で自ら言ってますけれども謎はあれなんですけれども、あのそうなんです。お衣装も少年のお衣装で、はい、なんかいろいろどんな感じになるかまだ分かってないんですけど、少年って言っても幅広いですけど、いくつですか？15歳。あ、15歳、少年15歳、中学3年生ですね、うん、そうですね、はい、宝塚時代って、はい、おやりになってましたよね、あの子役か。そうなんです、ランスロットっていう、そうですよね、真瀬すずほさんの初バウ主演の時に、こうランスロットやってました、ね、そうなんです。木崎愛理ちゃんが、それ可愛かった、グイネビアちゃんで2人で、はい、もう一生懸命お稽古して少年役と。あれはもうちょっとちっちゃいんですね。あの子もう少しちっちゃかったですね。まだ12、3くらい、それぐらいだったと思います。じゃあもうちょい大人ですね。15歳ですもんね、うん、15歳の少年って言ったら反抗期あたり、もう多感な時期ですねまあまあそうですね、多感な時期ですよね、はい、な時期 でも言ってみれば声も割とこうちょっとハスキーめの声も出せるじゃないですか。意外とハスキーですね、ひなみさん、うん、だからちょうどいい感じの少年ぶりに。そうですね、声変わりはまだしてないと思いますもんね。そうですよね、するかしないかぐらいの声を。わどんな感じなのか、すごい好きなんです、少年の役は。こう1個見たらまた見比べたくなるようなキャストですね。ね、本当に。うーん、私も挑戦なので、はいはい、楽しみにしています。ひなみさんがお出になるのは9月5日と7日、はい、2日間はい、ね、そうです。ぜひお出かけいただきたいと思います。次回は週に一度のツイッターの質問の回となります。皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきます。ぜひ楽しみにしていてください。さて今回は皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきますが、まずはペンネームセイラさんからいただいた、はい、質問です。はい、毎日ふーちゃんのインスタから元気をもらっています。ありがとうございます。対談されてから6ヶ月経ちますが、在談中と一番変わったことは何ですか？そうですね、まあ、最初、ね、あの前にも言ったみたいに人とたくさん会ってるっていうことは一番違うのと、はい、うん、あとは単純に睡眠時間が、はい、できました。現役の時どのぐらいでしたか？はい、特に最後辞める時とか。最後に限らず私は睡眠時間がもう 4、5 時間でが平均ぐらいだったんですね。だから夜は早く寝るんですけど、朝がとても早いので、それぐらいでたのが今は 7、8 時間を寝てます。うーん、変わりました？よくたくさん寝られることでお肌の調子が良くなったとか。あ、夢をよく見るようになった夕夢覚えてるタイプですか？すぐ書いたりする人？書きますね。へ、夢日記。夢、いや、なんか嬉しかった夢ぐらいですけど。何が一番嬉しかったですか？つい最近、みちこさんが夢に出てきました。やっぱりね。連絡しましたが、出てきました。今日夢に出てきました。そうなんです。どんな夢だったんですか？差し支えなければ。一緒にお稽古してる夢だったんですけど、でもその一緒にお稽古して、うん、なんだ、別にたわいのない、うん、内容だったんですけど、とってもハッピーだったんです。だからそのとってもハッピーだったなって思ったのをご本人に、うん、伝えたら、まあなんと返事したらいいのかよくわからない感じですよね。別に面白くもなんともないような。人の夢の話って微妙なんですよね。とっても微妙です。で、あ、そうかいって感じですよね。スタンプ一つって感じでした、ね、あ、でも一応それ送ってくるところがね、可愛らしい。やっぱ常に考えて、ね、お辞めになってからもね、お仕事を一緒になさってらっしゃった時が結構ね、はい、ありましたもんね、うん、そうです、それは幸せです。うん、はい、まあ、夢、また面白い夢を見たら、じゃあ教えていただいて。そうですね、在談中と一番変わったことは睡眠時間。睡眠時間、はい、夢を見る、はい、ありがとうございました、はい、さて来週は写真をもとにプライベートについてのお話を伺ってまいります。はい、さて今週はお持ちいただいた写真をもとにプライベートのお話をしていきたいと思いますが、はい、写真楽しみなんですよね。じゃあ貴重な写真を今日は持ってきていただきました。あ、1枚目これは何ですか？どこ行ったんですか？これがね、マレーシアなんですけどね。このあの対談して、ちょっと経ってから、はい、マレーシアに旅行に行ったんです。星組の大月あかりちゃんと、うん、和代ルナちゃんっていう、はい、雪組の3人で行ったんですけど。へー、
これはちなみになんか全然違う。これですか、寺院？ブルーモスクです。モスク、はい、あの教会みたいな感じですか。イスラム教の教会、はい、そこで、みんなこう熱心にお参りというか、うん、こうあの巡礼をしに来てるんですけど、はい、今ねタッチパネルなんですよ、こういうところも。どの先生の巡礼受けたいですかみたいな、ピッピッピッみたいな、はい、なんかそれでなんかどの先生受けたいですかでなんか予約したりとかして、みんなこの布もね、これは借りたものなんですけれども、はい、あのもうシャネルの布とかおしゃれなんですよ。すごいですね。それで撮った、なんかもうマトリョーシカちゃんみたいになってますけど、いやもうこれ、ね、かわいい。いやもうなんか撮っちゃいましたね、うん、楽しくなって。楽しくなっちゃいました。はい、楽しく。いいですね。あプライベートあの人生初めてスキーに挑戦しましたという。うわー、どうでした。結構すぐできる。できました。私すごい、ちょっと才能あるんじゃないかと思うぐらい一番上級者コースシャインって行きました。子供の頃やってた。いや初めてです。え、初めて板つけてよく行くね。それいけだから怖いですねもう自分が怖い。あれ怪我した、なんかその現役中は、はい、もし骨折とかって。 で、ね、うん、でもうこの日朝から広瀬香美さんのグレンデで恋したいでしたっけ恋したいって言いながら滑り倒しましたさあそしてなんかさりげなくこういうイメージそうプライベート写真といえばこういうイメージっていう。これはどこで撮ったんですか。私のお誕生日の日に、はい、アスカツっていうあのクルーズのお稽古中に私ちょうどお誕生日だったんですね、はい、その時に宝塚にあるお店で、はい、岡田先生とあと、うん、美智子さんと、はい、あとその飛鳥のメンバーの方々と一緒にご飯に行ってお祝いしていただいた時に、はい、まあ、ご本人は目の前にいらっしゃったんですけれども、なんか恥ずかしくてなんかもうポスターと一緒に撮っちゃった、はい、このお誕生日がまたご一緒に過ごせると思ってなかったですし、この日そのお稽古中も、はい、あの生演奏のバンドの方々との合わせだったので、うん、音合わせで、はい、なんか弾いてくれさったりして、なんか幸せなお誕生日すぎてですね、うん、来年のお誕生日はどうしたらもっと幸せになるのかがちょっと怖いぐらいですね。怖いですよね。毎年やってきますからね、はい、誕生日毎年やってくるんですよ。毎年困りますよ結構、はい、そうですね。なのでもう本当にあの幸せでした。お誕生日ケーキもうこの日はたくさんお誕生日ケーキを食べました、はい、さあ今日はプライベートな写真を3枚持ってきていただきました。本当にバラエティに飛んでてありがとうございます。嬉しいですありがとうございました。宝塚、はい、お話をここから伺っていきたいと思うんですけれども、はい、1回で合格でしたっけ。そうなんです、うん、宝塚昔からご覧になっていらしたんですよね。小学校2年生から見てたので一番最初に見た演目は何ですか。あのバロンの末裔久世聖歌さんの対談公演なんですけど、はいはい、初めて見た時 に前から6列目だったんですね、はあ、いいとこですね。そうなんです、うん、もう幕開いてボンが回った瞬間にもうあの興奮して鼻血が両方から出ましたこれ人生初めてだったんですまんま6列目で最初から洗礼を浴びたんだ。びっくりしちゃって、はあ、ここ多分血がグーってなったんでしょうねかわいい大興奮だったんですよ、はあ、で95期、はい、集まりました。あのみんなでワイワイしている時間はなく、もういきなりもう音楽学校の洗礼は始まりますので。何ですか最初の洗礼は。もうあの、入学しました。であの合格発表したらまずそのままあの入学の手続きにまずすぐなるので、はい、そしたらいきなりこう本科生の方々が、はい、1個上の学年の、そうです、はい、こう教室にバーンと入ってきて、もうあの足並み揃えて入ってこられて、規則をたくさん早口で説明されて、何が何だか分かんないまま、はい、っていう衝撃からでした。やっぱりもうここから先は、はい、みんな宝塚歌劇団の、そうです、一員なので入っていく
生徒だから、もう甘えは許されないってことなんですね。そうです。もう挨拶から何から歩き方、答え方、すべてをあっていう、もうそうなんだ。そうなんです。このいろんな機能個性が皆さん終わりになって、はい、でもみんなこう元気でワイワイしているとか、うん、割とみんなバラバラですとか、あ、ね、いろいろおっしゃるんですけど、はい、南さんから見た95期はどんな感じですか？とっても人間らしい期だなと思うんですけれども、まあね、各期の方々は同期はどんな感じかは分からないですけれども、はいはい、その思っていたその宝塚のイメージっていうよりも本当にみんな優しくって、あの本当に悩み事とか相談事とか、うん、あとそれぞれが持ってることを一生懸命それぞれが一歩ずつ生きてる人たちが多くって、あと普通の人が多いっていうか、なんか普通っぽい感じの人が多いですかね。そういうものなんですかね、うん、はい、なんか今だから言える話っていうのは何かありますか？そうですね、あの95期、はい、ラインダンスが初舞台の時、はい、まあ、みんなするじゃないですか、初舞台ロケット であのみんながね42、あのみんなが一斉に一つの大型エレベーターに乗って、はい、お稽古場まで上がっていくんですね。あ、なるほど。一つに乗るんですよ。大きいね。大きいんです。搬入搬出用の大きい。そうです、そうです、はい、もうこの状態でみんなで詰め込まれるんですね。でそのお稽古場に行ったらもう本当に厳しいお稽古がもう休憩なしで待ってるんですよ。いやもう本当にしんどくって、もう先生も厳しいですし、劇団生の方ももちろん稽古場にあふれ返っているので、私たちからしたらやっぱり恐ろしくって、でもある日も限界来てもみんなでもうこのエレベーター止めちゃえばいいこう上がらない、もう稽古場行かなくていいんじゃないかみたいな、止まってくれたね、揺らしたりしてエレベーター故障しないかなみたいな止めようとしてましたね。エレベーターをなんとか止めない、故障すればお稽古はなくなるのではないかっていうね、はい、でも本当に95期今やキラキラと光り輝く素晴らしい期になってますので、うん、また後ほどねいろいろお話を伺わせていただきたいと思いますが、次回は週に一度のツイッターの質問の回となります。はい、さあ今回は皆様からお寄せいただいた質問に答えていただきますが、ペンネームあーちゃんさんからお寄せいただいた質問です。はい、ひなみふーちゃんに質問です。はい、いつもふーちゃんのインスタグラムやブログを楽しみにしています。そのインスタなどからたくさんのハッピーやパワーをいただいているんですが、ふーちゃんのそのパワーの源は何でしょうか？よかったら教えてください。うん、うん、劇団の行った時から本当に思ったんですけれども、あのお家で一人で黙々と準備したりとかしてる時は結構あのビビってるんですよ。あ、今日も稽古だなとか、あ、怖いな、できるかなとか結構うじうじしちゃうんですけど、一歩外出て人と会うともう元気あふれてるのを自分で感じます。じゃあ人と会うこと、人と会うパワーの源ですか？本当に ありきたりなんですけど本当にそうなんですよね。だから人と会って対談してからも昼晩誰かとこういろんな人と会うと本当に元気になるんですけど、でもそれがこうどんどん、パワーを使いすぎてある日突然プツンと疲れる時が出るんですけど、はい、その時はなんか自分がときめくものを買ってあげてます。例えば最近なんかときめくもの何ですか？ひなみさんにとってのときめくものって。ちょっといい傘買いました。あとかそうですよねそんなもんです。日常で使えて目にすると、はい、ついこう嬉しくなるようなもの。そうですね、ちょっといい傘、うん、メリーポピンズのような傘を買ったりとかしてあげて、あれだけでちょっと元気になって、はい、そうなんだ、うん、そうです。じゃあ自分の性格で言ったら自分では自分のことどんな性格だと思ってますか？意外とネガティブだと思います。いや、ネガティブなのか、結構考えちゃいますね。たくさんいっぱい考えて、で考えて、で書いたりとかもするんですけど、でなんかいろいろこうかなこうかな、できないな、なんかこうしたいなとかいろいろうじうじ考えて、人と会ったら意見が合うと
わっていけるって感じです。結構考えます。あ、はい、そうなんだ、うん、それこそ本当対談して一番言われるのは、真面目だねっていう言葉が、なんか意外と真面目なんだっていう感じです。意外とって言われちゃうんだ。そうなんです。なんかこの違う休日とかに多分その違うことしてると、それがダメな気がするっていうことが年々強くなってった気がします。なんか県1からこの辞める、どん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 、なんか休日にとか遊びに行くとかしたら、お稽古してないと、なんか次の日レッスン行った時、あれ、あのお稽古場で私は遊んでたからあれかなとか思うのが嫌になっちゃって。そうね、でも責任の重さっていうのが本当にね、どんどん、ね、重くなってくるからっていう、かっこいいもんなんでしょうか。かっこいいもののような気がします。さて今週は初舞台の思い出、初舞台は空組公演、はい、バラに降る雨とアムールそれは、はい、でした。どうでしたか初舞台。舞台に立つ前に、はい、一度初舞台生だけで大劇場の舞台に立たせていただいて、あの競り上がりとかを経験させていただけるっていう時間があるんですよ。へ、はい、それにまず大感動しましたよね。いつもあっちだったのに。そうですよね、すごいってなって、あとその幕上がって初めて拍手をいただいた時はもう感動しましたね。やっぱりでも宝塚のお客様って、はい、やっぱり普通のは分からないですけど、なんか愛情のかけ方、愛情が違う気がします。拍手の、うん、知らない子なのにすごく温かく拍手してくださったり、あの感動はすごいですね、はい、あとこう初めてやっとリアルな男役さんを近くで見て、え、そうですよね、男役さんやっぱ近くで見てもかっこいいんじゃんって思いました。あ、特に空組さんね、もう背の高い男役さんが多くてスケールも大きくて、なんか王子様っぽい感じの方々がたくさんいてて、爽やかでいい香りするし、はい、いい香りするんですか。いい香りするんですよ。皆さん揃って舞台に出られるのってこの初舞台の時だけですもん ね、 ね、あとはみんな組配属になって別れていってしまうし、うん、あれが一番泣きました。なんか最後袖で、あの出る袖が一緒の、うん、はい、初舞台の千秋楽の日はやっぱりこの袖でみんな手つないでました。もうこれが最後なんだって、うん、で頑張ろうなみたいな、うんうん、特別な、そうですね、特別な、まあ、感じでしたね。でもラインダンスの衣装とか、うん、あの振り付けとかはその木によってバラバラじゃないですか。そうですね、とんでもない時もありますよね正直。そうですよ、っていう衣装も、だからあれを発表される日が一番ドキドキ、衣装どんな、衣装どんな、うん、ね、どうでしたか。すごく良かった、評判も良かったですよね。そうなんですね、これはもう自信ありますね。、はい、衣装もね可愛かったですよね。そうですね、うん、衣装はあの赤と白のお衣装で、はい、ウルトラマンみたいな靴履いてたんですよ。本当に。だからなんかめっちゃかっこいいねとか言いながら、うん、やって踊ってたんですけど、はい、でももう羽、初めてこう背中に羽、はい、あれの扱いもわからないですし、うん、この組んだ時に羽がもうわさわさしちゃってるっていうのと、あとこう最後こう、はい、行く時もここに羽があるので、呼吸するとここがもうふわっってなるんで。大変ですね、あんだけ。でもすごい難しい感じでしたね、フォーメーションもすごく華やかで。そうなんです、だから舞台を、はい、普通初舞台ロケットって、はい、あの前面は使わないんですよ。あ、前だけ使うんですけど、はい、前面だったので、うん、その分動くし。そうでしょうね。そうだったんです、お稽古がもう大変で全然揃わないし、やっぱりどんだけレベルがこう差があっても同じことをしなくちゃいけないっていうのが、もうそれを揃えるのがもう大変でした。みんな泣いて泣いて、もうやってみたいな。でもその公演期間中はちゃんと全公演うまくできたんですか。できました。でももう絶対に誰かが抜いたら崩れるんで、それをみんなでやってやりきったっていう感じがあります。本当に素晴らしい。そして星組に配属になるわけですけど、はい、星組の印象ってどういう印象でしたか。それがですね、もういきなり組配属されたその日に私たちお稽古場参加だったんですよ。
太陽詩人記がもう3週間お稽古して途中参加かなんかだったんですね。だからみんなもうで結構出来上がっていて、うん、イメージはもう体育会系の、はい、っていうのもその休憩中とか、あのまず入ってもみんな声大きいですし、あとその休憩時間になったらみんなね、だいたいこうお菓子とか食べたりとかしてるイメージがあったのに、みんなはい休憩になりましたって言ったら、あの筋トレを一斉に各地で始めてたりとか、逆立ちして腕立て伏せしてる人がいたりとか、まあ、作品も太陽詩人記だったの で、 そうです、ね、だからうわとんでもない組に私は来てしまった大丈夫なんだろうかって感じ思いました。なんだここはって、なんでみんな休憩って言ってんのに筋トレ始めてなんで。でももう私たちぼーっと突っ立ってる、何していいか分かんない、うん、なんか筋トレしなさいよぐらいのテンションになっちゃうし、やったんですか。いやそれはもう、それがもう何年か経ったらもう自ら筋トレをするぐらいの染まりようですけれども、そうですよね、はい、でその後すぐに健一で再会とソウルオブシバっていう全国ツアーに参加するんですよね。そうなんです。あれも休むお休みだなんて思ってたんですけれども、私が一人、はい、最下級生一人で、最下級生だったんですね、うん、で全国ツアーって、はい、最下級生が上級生の方々のお世話もするっていう決まりというか、例えばバスの排斥だったりとか、あとその会場に一番最初に行って、あの全会場の舞台を見て袖を見たりとかして、あの会場によって全然袖が違うかったり、あと大きさも違いますね、違うものを、あと階段の段数、客席寄りの段数とか、はい、リドニウムの番号が何番まであるとかいうものを全部確認して各楽屋に報告にしに行かなくちゃいけないんですね。え、それはスタッフがやるんじゃないの。それは最下級生がやるんです今でも今でもやってると思いますけどね。びっくり。それが報告係っていう係だったんですね、はいはい、報告係って。でもある日それが広告が大変すぎて舞台袖のヤシの木にぶつかって、あのここ血流して、であのウェディングドレスの場面から始まったんですけれども、血を流したまま出るという。嘘でしょ。え、そんなギリギリにぶつかったんですか。そうですよ、ギリギリです。開演ギリギリに間に合うのか間に合わないかだったので、ヤシの木にぶつかってここ血流して、でも出なくちゃいけないから動乱埋めて、そしたら次の日からヤッシーヤッシーってもうあだ名がついていや全然冗談じゃないと思って、もうヤシの木にぶつかった子だよ、ヤッシーだよね、ヤッシーだよね、賛否両論ですよね。なんかかわいそうだよっていう組子の方もいれば、あいやでも開演前にヤシの木にぶつかって血まみれって面白いじゃんっていう上級生の方もいれば、でも何も言えないでも黙ってなんかすいませんでしたみたいな出るという。すごい、もういやそんな現役時代からトップまで上り詰めたんだ、すごいですねさて今回は皆様からお寄せいただいた質問に答えていただきたいと思います。ペンネームいーちゃんさんから、はい、ふーさんからよくベイベーたちに歌のプレゼントをいただくのですが、その一曲一曲の歌詞も私たちの心境にぴったりすぎて、いつも染みて涙を流しながらふーさんの絶妙なチョイスに感心しています。ふーさんはいつもどのようにして曲を選んでいますか。やはり心でしょうか。いやこのベイベーというのがですね、あの私そもそもあの及川光博さんのずっとファンで、はい、及川光博さんがずっとベイベーってそのファンのことをおっしゃって言ってくれるんですね。それで私のファンのことをベイベーって言ってたんですよ。でその曲っていうのがあのお茶会が あった時に、はい、その現役中の頃からそのお茶会を結構演出と構成を考えて、その衣装どうしよう、曲は何歌おう、うんね、どういう踊りしようっていうちょっと一つのこうショーみたいにしてたんですね。なんかその曲のセレクトをうん、いつもファンの、ね、お手紙をいただく返事を書きたいのにやっぱ書けないので、なんかこう言葉だと私逆に喋りすぎちゃうので、なんかこうちゃんと思いが込められている歌をこう日々いいなと思うものを貯めてプレゼントするんですけれども、それがもう喜んでもらえるとね本当に幸せですよね。じゃあその時にいただいたお手紙から
のお返事の代わりに選ぶ、うん、曲を選ぶ、その時々によって。そうですね。ああ、そうなんです。お茶会って大体何するところなんですか？お話、公演のお話をして、はい、曲を1曲プレゼントするっていうのが大体お茶会のスタンダードなんだ。そうなんです。それが知らなかったので、たくさんこうお茶会って、まあね、せっかくお金払って集まってきてくださってるので、はい、なんかしないといけないのかなと思って、結局こう1時間半ほどのショーを考えてですね、衣装を買いに行って、そして前日にとかファンレターで、明日お茶会でふうさん、うん、多分こんな衣装楽しみにしてます、そっか今ハロウィン時期だもんなと思って、ドン・キホーテに買いに行ってですねとかして。そうなんです。入場から、入場どんな演出、はい、ここ客席より照明こんな感じでお願いします、音ここでこんな感じ、こうする、ここで曲入れる、であまりにやりすぎ、ちょっとやりすぎな時があったので、うん、あ、もうついにはもうピンクレディーと か, なんかメドレーみたいなので踊りまくっていた頃、一人でやるんですよね。一人ですあの私が、あのそういう進行表を書いて、照明さんに照明、これこの照明でこんな感じなので、曲この時の何分何秒で落としてください、ここから入場しますので、ここの時ドア開けてもらっていいですかっていうのを全員にお伝えしてやってたんですよ。それすごく大変じゃないですか？でも結構好きだったんですかね。そうなんです。ということだそうです。皆さんのためにというそうです。はい、すごいです。ひなみさんらしいお答えをいただきましたさあ、はい、それでは今回はゴールドブレンドコク深めアイスカプチーノをご用意いたしました。いただきます。はい、お召し上がりください。うん、まろやか。ああ、もうこの辺から、うん、あー、いい香り。もうこの辺香りだけで癒されますね。だってこれお家にあったら多分、うん、お部屋中。そうよ、いい香りね。私の個人的に私が日南風さんという人を、うわー、この人なんて面白い人だろうと思った作品を言っていいですか？はい、それは2011年めいちゃんの羊。あ、うん、でパンダの、はい、パンダの帽子をずっとかぶって、鼻にこう絆創膏を貼って、とんでもない執事ととんでもないカップルを演じていたのを見て、この人は誰って本当ですか、思いました。でもね、あれがね、あのオーディションだったんですね、役が。そうなんですね。そうなんです。でそれぞれ好きに、そのまあ、こういう演目があるので、でもまずはその個性を知りたいから、はい、自分が好きなことを表現したオーディションしていいよっていうオーディションだったんです、うん、例えば、Me and My Girl のサリーやりますとか、何でもよかったんですけど、で私はあの昔から女スパイに憧れてたのでね、もう自分でそれこそまた演出して、それこそ同期にこうパネル、こう、はい、パネルあるじゃないですか、はいはいはい、パネルを、あれ、まこっちゃんとか、だからパネルをこう両サイド持ってもらって、はい、あのこの曲のタイミングの中森明菜さんのタトゥーっていう曲でやったんですけど、タトゥーのこの曲が鳴ったらパネル開けてって言ったら、私が椅子の上に乗ってこうやって立ってるっていうちょっと お色気系のお姉さんのオーディションを受けたんですよ。あ、自分で演出したんですね。そうなんです。昼間は OL だけど夜はっていうことをやったのに、その役そうそう、なぜかこういう。あとやっぱり新人公演でどんどんお役がついて行かれたじゃないですか、うん、あのあたりはどんなお気持ちだったですか？初ヒロインって、あの巡り合いは再びっていう、はい、新人公演だけど2本立てだったんですね、ショートのお芝居だけのヒロインだったんですけれども、はい、もうあまりにも追い込みすぎて、でこの自分ねねさんを見てたそのイメージと自分が着てるこのお姫様のイメージがあまりにも違うのが悲しくって、もうめっちゃ泣きましたもん。私ダメだって思いすぎて。でもそのお芝居の後にすぐショーも、うん、ショーですやらなきゃいけないわ。そのショーではエトワール、エトワール最後、はい、初大役じゃないですか？そうなんです。それも押しつぶされて終わっちゃいました。私できない、本当に、ね、もうこんな役をいただいたのに、もう本当にごめんなさいって思う気持ちが大きすぎました、はい、あの怠けてたわけじゃないんですよ、毎日やりすぎが、やりすぎてたんですけど、うん、そういう時って同期は何か声をかけてくれましたか？くれますね。結構大丈夫って言ってくれます。
周りは、うん、考えすぎだよと考えすぎって、セオユリアとかがいつもそばにいてくれてたんですけど、あの、ゆうちゃんって言ってくれてるんですけど、うん、ゆうちゃん大丈夫、ゆうちゃん大丈夫って言っていつも笑わせてくれてたんですけれども、うん、でもやっぱり初ヒロイン、まあ、ができたり、新人公演で初娘役で初主演になったりするってことは、うん、周りが認めてくれて上がってってるわけじゃないですかのはずなんですけどね、全てがまぐれだと思っちゃうんです、うん、そういう時。じゃあ随分とそういう自分はまだまだだまだまだだって、うん、ちょっと自分を、うんの可能性をちょっと低く、かなり低くしすぎる癖が、はい、宝塚時代の思い出の作品ということですが、はい、そう言われて何が思い浮かびます？南太平洋ですかね。あ、南太平洋ね、まずは、はい、何が違いましたか、今までのやってきた作品と自分の取り組み方ですか。取り組み方ですね、あの、本気の意味を知りました、うん、今までもがむしゃらにはお稽古してたんですけれども、その轟さんから教えていただく、その毎日私はまあ体当たりだったの で、はい、でその初めてのヒロインっていうことで、まあ、この性格なので絶対に務めなければいけないっていう、その自分でプレッシャーをかけすぎて、そのゆえにあのお稽古場に行くと、はい、歩き方すらわからなくなっちゃったんです。ここから轟さんのところまで行くのに何歩でそこに行けばいいぐらいになっちゃって、で轟さんにまたこう稽古終わるたんびにお話をしてくださって、もう何時間もお話ししてくださったんですよ。役についてですか、演じることとか。全部です。役はこうだと思う、であなたはこういう性格だと思う、こうだと思うっていうことを、うん、私はもう大好きな憧れの方だったんです、方なので、はい、あのもう全てやっぱり、でも別になんかキャーっていう気持ちは全くなく、もう生きることに必死で、だからその情報をいかに、じゃあ明日はこうしようって言ったら、私はそう思って言ってることが周りから見たらこっちの方向に行ってたらしくって、はい、でまたみんなであっちゃーってなって、みんなでまた支えてくれて、で私がもうこういう性格なので、轟さんがある日こうお菓子をふっと買ってきてくれたりとか、はい、瀬尾ユリアにちょっとふーちゃんと休日遊びに連れてってあげてとか、なんかそういうことを言ってくれたりとかして、で結局すごいチームワークができて、今でも集まる南太平洋のメンバーって感じなんです。轟優さんという方はやっぱり伝説的な存在ですし、なんかその懐に飛び込むのが難しそうな気がするんですよね、まずもって。なんかあの聞こえ方変かもしれないんですけれども、はい、もう轟さんは学年差とか、なんか理事の方だからっていうことがもうなく、もう人間同士のもう私はもう毎日生きていくことに必死だったので、この方がどうなったかよくわからないけれども、もうおっしゃることに、なるほどなるほどって言いながら、そしたらこうふと一公演終わった時に自分が変わってたっていう感じでした。この南太平洋のヒロインネリーっていう役って、はい、オーディションですか、それともオーディションでした。あの今もずっと教えていただいている先生がいらっしゃるんですけれども、その先生と、もうあのそう決めるのは自分だから絶対にって、絶対できると思ったら絶対できるっていうことをやったら受かって、もう本当にそこからですね、また変わったのが、やろうと思ったことを本気でできると思えば、あ、いけるんだっていう、そこからなんか楽しくちょっとなってきた。じゃあ、まあ、結構最初の方はもうガッチガチだったものが、はい、公演を経ていくに従って、はい、だんだんこう、うん、自分も広がってきた、はい、っていうこと、うん、そのエネルギーの向かい方が分かった感じです。さあ次回は週に一度のツイッターの質問の回となります。はい、はい、皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきます。お楽しみに。さて今回は皆様からお寄せいただいた質問にお答えいただきましょう。ペンネームあかねさんからいただきました質問です、はい、いつもキラキラ笑顔のふーちゃんが大好きです。対談されてから何か新しく始めたこと、またこれから挑戦してみたいことはありますか。はい、あのバレエをもう一度基礎から始めてるんですね、うん、もうだから中学生とか小学生の子たちと一緒に受けてるんですけれども、うん、そうするとその今まで見たことなかったような形をしてる自分を初めて見たりとか、あのなんていうかな、ここまで足上がらないと思ったのが上がってたりとか、
あ、ここの筋できてるとか、なんか中学生とかあとその受験生の子たちと一緒にやることによって、うん、まあ、一人大人なわけじゃないですか、はい、だけど中学生とか小学生は何の疑問も持たずにその与えられたことをひょいってやっちゃうのが、あ、大人ってこうこれってもうこの年だからもうできないって思ってるだけなのかなってどんどん思い始めると結構何でもできるようになってきてすごい楽しいんです。じゃあバレエの教室に今週に何回とか月に何回かは行ってらっしゃるんですか？いやもう週にたくさん行ってます。バレエとかジャズとかそっから楽しくなってジャズもしたりとか。ジャズって何ですか？ジャズボーカル？あ、ジャズボーカルもちょっと練習してみました。でもなんかすごいなんかそのやってみたっていうことと、まあ、北昇さんの姿を見て何でも挑戦されてる、そしてまあ私も頑張って今からコツコツ頑張ればいつかはあんなに何でもできる人になれるんだったら始めようかなっていうもう相まって今ちょっと自分の体にワクワクしてます。それはすごくいいことですね。楽しいです。なんかアクションも習いに行ったっていう噂を聞きましたけど。それは昔から憧れだったので。女スパイが憧れなんですもんね。そうなんです。あの女アクションスタントがちょっと憧れだったので、初めてあの習いにアクションスタントを習いに。アクションスタントを習うってことが全く想像つかないんですけど何を教えてくれるんですか？キックとか何アクション？あの、ね、初めてこの間レッスンを受けた時はあの殴られ方とか、あのそう、あのね、殴られ方とかもすごいんですよね。あとこう切られたとなんかやっぱ最初は、はい、その受ける動作の練習とか。へでももうこう行ったら体格のいい男の人ばっかりで、あって思ってこれまずいかなと思ったんですけど、みんな本当に楽しい人たちで、あとなんかこう寡黙そうに見える方がいざ始まったらひゃーみたいな、うわここに情熱溢れてるみたいな感じだったので。殴られることないですもんね、切られるとか。そうなんです。一人ね、そのすごい人か方がいて、はい、そのすごい方に対して10人ぐらい周り取り囲むんですよ、うん、で、あの一人ずつよく見るめちゃくちゃ強い人が10人倒すみたいな、はいはい、のやられ方を一人ずつ手をつけてってくれるんですね。で、ここあなたはこう来たらここを持ってここを蹴られるから、その間にあなたが後ろを襲ってきた時に私がこう行くからみたいなのをみんなで一つの作品を作ってやるんですけど、それがもう本当にすごかったんです。その中に入ってるんですよね。そう、楽しかったですよ。だってでもかっこいいじゃないですか、もしできたら。いや、できたらすごいかっこいいと思いますよ。そうなんですよ。いろんなことに挑戦してるんですね。さて2014年に、はい、眠らない男ナポレオン愛と栄光の果てに、はい、でもこのナポレオンの時の新人公演のヒロインで、はい、相手役で誠さんでしたよね。同期でいらっしゃいました、はい、うん、同期でできる新人公演っていうのもなかなかないじゃないですか。ないですもんね、うん、だけどそのこっちゃんも、はい、あの今だからこそ何でももう目だけで分かるような関係にはなりましたけど、当時はやっぱり一番最初から仲良かったわけでもなく、はい、あの南太平洋の時にこっちゃんが、台湾公演の、はい、ヒロインで、うん、そうでしたね、はい、娘役 やりましたもんね。そうなんです、うん、だったりとかこうやって新人公演の同じ立場だったりとかで、はい、なんか同じような立場でこう大変な思いをすることが多くて、はい、そこからどん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 距離が近づいていって、うん、それもこの作品でもまたすごい距離が近づいたんですけど、うん、なんかこう稽古の仕方とかも結構対照的なんですね。その私は結構回数をもうがむしゃらに繰り返したいタイプでも、こっちゃんはもうちゃんと要点をついてお稽古をしてっていうタイプで、うん、だからその点でも全然取り組み方が違うかったので、そこをすごい勉強したりとか、同期だからといってとても楽しいだけの新人公演ではなかったですね、うん、はい。自分にとっては2回目の新人公演はどんな公演だったですか？2回目の新人公演をもう少し冷静になって勉強することができました。あのねねさんがどういうふうに日々過ごされてるのか、はい、どういう表現されてて男役さんにどう沿ってるのか、であとアクセサリーとかも自分に合うものはどんなのか、はい、でどういう質問をねねさんにしてこう教えていただこうかとかいうのを、うん、もう少し冷静に勉強できましたね。
うん、はい、その後に太陽ダブルヒロインのうちの一人として柚月レオンさんと組むわけですけど、はいはい、その組んでみたレオンさんっていうのはまた違いましたか、ご自分が見てた。そうなんです、人生で初めて瞳に吸い込まれるという経験をしたんです。これ甘い言葉に聞こえますが、全然甘い話じゃなくてですね、いつもだいたい役作りをして、結構役の話をお互いにこんな役でこうしようっていう話をしたりとかすることが多かったんですけども、はい、千恵さんの場合初めてお稽古場に立って、はい、その場面初めてやりましたってなった時に、役とかすべて考えたものがふわってなくなって、もうその目にふわーって吸い込まれて役が勝手に出るという初めての経験をしたんです。へー、そうなんです。瞳がなんていうか、もちろんですけど柚月さんではない目をされてて、ルイ様で、だから柚月さんではないルイ様が見ている、うん、フランス自分というのは当然、はい、ひなみふうじゃないわけですよね。ないんです。その一瞬の隙もないんです。ひなみふうさんである隙が。って私は感じて、で何をしたって全部を受け止めてはくださったんですけど、だけどその時に私はやっぱり悩みに悩んで、フランソワーズさんは真逆だと思って最後まで悩み続けたら、マカゼさんに、いや自分に結構近いからみたいな。そのままやって今の役のやり方だったらなんか逆にすごい嫌な女だわみたいな、なんかそのままやってみたいなことをおっしゃっていただいて、はい、それが本番の前々日とかそんなんだったんですけど、そこで変わって一気にみんなさんがフランソワーズ良かったって言ってくださった。じゃあそれまで自分が思いすぎてたことが、そうです、ベクトルがちょっと違って、うん、てたんです。よかったですね、そこでマカゼさんに。いつもマカゼさんに助けていただくんです。南太平洋もマカゼさんによって助けていただいて、何かポンって言ってくれるんですか。そうなんです、ポンとか、あと私がわーってなってるので、いつもそこでいつもそう声をかけてくれたり、ちゃんとしっかり話してくれたり、すごい、本当にすごいんです。マカゼさん2人でご飯とか行ってもアドバイス以外のことでも、うん、なんかとっても元気になって帰れる、そんな方なんです。演劇って一人ではできなくて、はい、本当にいろんな方がいて一つの世界を作っていくから、うん、そこに恵まれてる、あとそれに気づくかどうかっていうのも大きいですよね、うん、ご自分が。いや気づかせてこうふっと捕まえてくださるから本当にいい経験をたくさんなさって、はい、で2015年にいよいよトップ娘役に就任するということが発表になりました。どういう形で知らされましたか。なんか偉い人の部屋に行って次なのでって呼び出されて、はい、っていう感じで、北昇さん相手役さんですっていう。じゃあその時に初めて相手役は北昇カエルさんですよって言われたんですか。いろんなことがびっくりです北昇さんはその時戦下にいらっしゃいました。戦下さんだったですし、ナポレオンで一度だからご一緒して以来、はい、うん、はい、お話ししたこともないですし、もうでもうとにかく知ってるのはすごい方っていうイメージしかなかったので、どうしようって思いながらも、はい、実はナポレオンの時に北昇さんのお芝居とか、はい、あとその星組の軍部に入って踊る方とかが、はい、やっぱりその星組のカラーとは違うカラーを持って、そのきっちり踊られて、うん、はい、でもう癖もタレーランさんという役だったからもあるんですけど、はい、すごい渋くて臭いお芝居をされているのが、うん、なんかこうファン時代に見てたこうちょっと感じ、はい、わかります、うん、あの感じにもうかっこいいなと思ってはいたので、うん、あって感じです。そのお隣に立つんだっていう自分は想像できましたか。すぐ、いや、できなかったですどうするどうするって思いました、はあ、うん、なかなかお会いする機会もないので、うん、お電話で覚えてますね、そう部屋一人こもって電話しました。この北昇かえりさんって、ね、なんかこかけて最初の頃かけてもらった言葉で覚えてることってありますか、北昇さんからは。もう本当に私もトップという経験は初めてのことだから、握手して親友のように何でも相談できる中でいようね、うん、みたいな、よろしくねみたいな感じだったんです。え、なんか気さくな方だなっていう感じだけ
でも、まあ、だんだんに分かってきてお互いが そうです親友のように何でも言い合える中に、はいはい、親友ではなくなりました。もう何ですか。恋人でした。そうですよね。カフェブレイクでも散々言ってましたよね。お嫁さんになりましたって言って、っていう。そうですね。もう言葉期待なんていうことで。そうでしたよね。最初からそうおっしゃってらっしゃいましたけど、はい、でプレトップお披露目公演っていうのがありまして、はい、それが私はすごい意外だったんですよね。うん、大海賊とアムール、それは、うん、そうですね。日本立てで、はい、それもご自分では。なんかその作品のイメージはありました。大海賊はファン時代に、そうですよね、あの紫吹淳さんの、そうです、はい、もビデオで見てましたし、アムールそれははもちろん初舞台の初舞台ですもんね、はい、と大好きなロマンチックレビューっていう、はい、だからその私にとっては本当にありがたい。あと大海賊もなんかベタな娘役の、うん、はい、ね、あの、うん、感じ、はい、憧れだったので、うん、なんてありがたいという、まあ、新しい星組のスタートなわけじゃないですか。そうです、はい、うん、全然違いました、うん、やっぱりトップの方の個性によって組の色っていうのはすごい変わっていくんですね。変わりましたね、うん、なんか血と汗の匂いじゃなくなった感じ。何になりました。やっぱりロマンチック、まあ、作品が、ね、あったので、こう優しいパステルカラーそのまんまですけど、と私も一人で戦うことじゃなくなったっていうことが、あ、絶対に美智子さんがいらっしゃって一緒にどの場面も、もちろん北昇さんにちゃんと真剣に向き合うっていうそこの戦いはありますけど、でも一人で戦っていくことじゃなくなったのがもう一番ほっとし、なんかしました。あ、そうですね、確かにトップコンビって言われるのは二人だけなんですもんね、うん、なんか安心します、なんか、うん、はい、なるほどね、まあ、いろいろとトップになられてからのお話はこれからどんどん伺っていきますけれども、次回は週に一度のツイッターの回となりますので、皆様からの質問に答えていただきます。で今回はペンネームけいちゃんからお寄せいただいた質問です。はい、北昇さんの相手役が決まり、お二人の距離が縮まったことで生活面や心境にどんな変化がありましたか、うん、また北昇さんの相手役をやる中での幸せを教えてください。あのですね、はい、普段見たことないような表情をしている自分の写真を見るようになりました。はあ、柔らかい表情をしている舞台写真だったりとか、うん、こんな笑い方するんだっていう、意外とあの意外とシャイなので、うん、なんかそういう写真を自分で見た時にもうびっくりしました。だから自分が変わろう変わろうと頭で思ってたりしてるんじゃないところから何かが変わって出るようになったんですね。はい、そうなんです。もういろんな変化が現れましたね、はい、うん、なのであの例えばあのお稽古場にあの福生さん美智子さん喜んでもらうためにこう普段料理しないんですけれども、なんかちょっとなんかお菓子でも作ってみようかなっていう、はい、あの光景もまあびっくりですよね。でもそれを持っていくのが恥ずかしくって、うん、同期に見られるのもお菓子作ってきてるっていうイメージがなさすぎるので、はい、だからなんかそれなんなんとか言って同期に言われても、いやちょっとこれお菓子ちょっと作って渡すんやみたいな。すごいね、はい、じゃあもうその幸せ、相手役をやる中での幸せは何ですかっていう、はい、相手役をやる中での幸せはもうあの舞台に立って過酷なことばかりなのにそこにときめきが加わること。はい、そうすると舞台も楽しいですしお稽古も楽しいですし、もう全然変わりました、色がバラ色に。へ、でもまあいろいろ役作りをつかむまでっていうのは今までの真面目なその変わらないです。追い詰めてしまう自分もいるけど、はい、やっぱりそれすら幸せな色に変わったんだ。そうですってことですか。はい、変わりました。よかったですね。本当に良かったです。おめでとうございます。本当に良かった。今更ですけれども本当に良かった。素晴らしい。やっとご褒美が自分に来ました。で大劇場のトップお披露目公演はあのガイズ&ドールズでした、はい、サラを演じられましたけれども、どんな気持ちで取り組みましたか。はい、ガイズ&ドールズの時も改めてその一人じゃないっていうことをあの一作品を得て感じることができたので、はい、自分一人だけがむしゃらに頑張らないっていうことをたくさん感じながら
で、あとはやっぱり簡単に役はできないので、その時に星組の、ずっと私を見てきてくださってる方ばっかりじゃないですか、星組の皆さんってが、ちょっと何かあったらすぐにもう誰かが飛んできてくれて、ちゃんとお稽古見てくれて、この時は特に天寿美月さんが、あのアーバイドさんっていう役で、私の近くにいる役だったので、本当にずっと一緒にいて、いろんな話を聞いてくれて、それまでは天寿さんってあまりの美しさにちょっと怖くって、あんまり話しかけられなかったんですけれども、そこからですね、2人でたくさんご飯行くようになったのは。そうですか。はい、でもすっごくこう頼れる方だし、お歌も上手ですし、踊りもいいですし、お芝居ももちろんですし、そうなんです、ね、何でもできてあんだけ美しいっていう。そうなんです。そして心まであったかかったので、もうどうしたもんですかねじゃあもういろんな人からの愛を感じる、お披露目公演だったわけですね。本当に感じました。でもガイズ&ドールズといえば、しぶきじゅんさんから、あのアドバイス、ご感激&アドバイスがあったっていう話が。キスシーンはアドバイスをね、楽屋でしてくださったんです。私がするからってしぶきじゅんさんにしていただいたんです、キスシーンを。何のことだかよくわからない状況、私はしぶきじゅんさんにキスシーンを休憩中ですか。休憩中です。で、くしょうさんが見てるという、うわー不思議なあんまりキャーとか言えないし、くしょうさんの手前、あわわわわして終わりましたけど、すごかったです。あまり覚えてませんが。え、じゃあそのアドバイスは、そうですね、みちこさんに向かっての、くしょうさんに向かってのものと、あとやっぱり自分の体が変わったりとかしますか、その角度とか。まあ、当然そうそうなんです、そうそうそうです、そうです。なんかこうグイッと感が、なんていうか、それは、まあ、しぶきじゅんさんにしていただいて、そしてその後公演で、またみちこさんのこのグイッと感が変わりました。はい、しぶきじゅんさんって思いましたありがとうございますなるほどね、はい、でもそれが宝塚の伝統っていうものなんでしょうね。みんなが OG になってからもいろいろこう知恵を出して伝統を引き継いでいくっていう、はい、本当にびっくり仰天経験でした。さあ、そして2016年にはコウモリとザ・エンターテイナーというね、2本立てでしたけれども、またコウモリがオペラでしたから、そこは大変でしたよね。あの時夢木杏さんと一緒に、お歌が多い役だったので、夢木杏さんはもう普段からプライベートでも一番仲良くさせていただいている方だったので、2人で YouTube で簡単に配置絵が出る方法とか見つけて、2人で YouTube 見ながら、杏さんこうですってとか、あと声楽の先生行って勉強してきたことをそれぞれがお互い言い合ったりとかしながら、それでも本番まで出なかったんですけど、本番出たんです。すごいですね。そうなんです。なんか、覚えてます、幕開いた時の、初日の幕開いた時のお客さんのあのパワー、待ってましたっていうあのパワーが、あれは皆さん本当にやっぱそういう気持ちで見てらっしゃるからだと思うんですけど、そのパワーがってなったらもう全然出たんです。またとっても有名な曲じゃないですか、歌われる曲が。そうなんです。なんかみんな頭の中に流れてるから本当にそうなんです。可能性が宝塚の人ってやっぱり無限にあるんだなって、あの作品見ても思いました。本当にね。でももう本当に良かったですね、出て本当にそうなんだ、はい、ザ・エンターテイナーというショーはもう本当に特別なショーでしたね。本当に北昇さんだからこそできた、もうずっと出てらして、もう稽古中もピアノも最初弾けてないところから見てたので、それをいつも練習されてるところをいつも見てて、そしてあんなにこうもうミスなしで弾かれる姿を見て、あの努力ってすごいなって本当に思いましたよね。なんかその相手役としてそういう北昇さんに何かをしてあげるみたいなことってあったんですか、それとももう、もうそういうことではなくて、私は何かしら少しでもパワーになればと思いまして、いろいろ なんかお菓子、買ってきたお菓子にメッセージ書いたりとか、結構毎日ちょこちょこいろいろ、
なんていうかそのものだけじゃないですし、一番はやっぱりトラリニって一番いいパフォーマンスができる努力をするのが一番だとは自分では思ってましたけれども、はい、だけども本当にその姿を見せてもらうだけでもお勉強、すごい勉強だったので、本当に充実していらっしゃる時期だったんだろうなっていうのは見ていてもね、私たちにも伝わってきました、はい、さあ次回は週に一度のツイッターの質問の回となりますので、またお答えいただきたいと思います。さて今回はペンネームルルさんからお寄せいただいた質問にお答えいただきます。いつも幸せそうなふーちゃんを見て私も幸せな気分になります。北翔さんのことが大好きなふーちゃんですが、北翔さんの舞台人として尊敬しているところはどんなところでしょうか。はい、はい、もうそれこそ本当に対談しても改めて思いますけれども、もう日々のレッスンお稽古の積み重ね、レッスンの最中は、はい、そのお稽古ではなくて、その例えばダンスのレッスンとかそういうレッスンされてる時はもう上下関係とかそういうもの関係なく一人の人として学ぶっていう姿勢と、あと本当にちょっとした、いや絶対に諦めないっていう姿勢も、もう目標設定を高く掲げてそこに全力で向かうっていう姿勢は本当にお勉強になりますし、もう本当に舞台に立つって本当に甘いものじゃないんだなっていうことを、うん、そして最高のパフォーマンスをされるには、はい、並大抵の努力じゃできないんだなっていうことをもう一番近くで感じましたので、もう武士のような精神を本当にお勉強になって、まあ、こうやって、ね、お勉強出会わせていただいたのも何かのあれなので、はい、もうそこに向かって私も頑張ろうと思います。うん、はい、確かに武士っていう感じしますよね。本当に武士です。はい、うん、北翔さんも番組にね、ネスレ出ていただいて、ね、スタートークにも出ていただいたんですけど、本当にこの人はすごい、うん、何でもできる人だったなって思って、これからもね、たくさんいろいろと見せていただけるんだろうなと楽しみにしております。はい、さて来週は対談の思い出を聞かせていただきたいと思います。今回はゴールドブレンドコク深めアイスキャラメルラテでございます。キャラメルですよ ね、キャラメルですね。いただきます。いただきます。あ、これ好きです。うん、なんかこのほのかに甘い感じっていうのが、うん、こうね、うん、さあ2016年に対談ということになりました。北翔さんから最初に聞かされましたか。うん、そうですね、うん、はい、お話を対談しますっていうお話で、なんとなくは分かっていたような、うん、まあ、いずれその日は来るとは分かっていたような、だけどどうなのかなって思っていたところ、まだね、なのかなって思ったんですけれども、あ、そのこんな、 もちろんご一緒に対談させていただくのはもうもちろん決めていましたので、だからご一緒に対談させてくださいというお話を、はい、していました。うん、でももったいないっていう声もすごく多かったと思いますし、いやでも自分でもね、宝塚が好きじゃないですか。そうですね、だけどこんなにもその気持ちもずっとハッピーで幸せで、それこそご褒美と言いますか、こんな気持ちで対談できるなんて思ってもいなかったので、こんな気持ちで、なのでそれは本当にもう本当に良かったなと思いますよね。もう一生いるとは言っていたものの、はいはい、やっぱ結局やっぱ良かったと本当に思います。うん、うん、北翔さんはじゃあ自分も一緒に辞めますって言っておっしゃった時に何て反応されましたか。どうだった、本当にいいのみたいなことをおっしゃってた気がするんですよね。本当だけどもうそれはそうですよ、迷いなくですか。そりゃそうです、そんなの結婚したわけですから、一緒に。そうか、そうです。そうだった、そんなはずは違う旦那様なんて。はあ、面白い、ね、いろんな考え方もありますから。そうですね、でもそういうトップコンビのお二人だったんだなって、うん、それがすごく自然に見えたのも確かでもありますし、うん、で対談公演が狼舞とロマンス、はい、一番印象に残っている風景光景は何ですか。はい、星組組子の皆さんの温かすぎる
ほどの顔表情がなんかこう対談者のセレモニー的なものが結構ね、その対談公演って多くって、例えば本通しお稽古場の最後の日だったりとか、はい、まあ千秋楽の入りの時もいろいろありますけれども、その時のみんなの一人ずつの顔があまりにも優しくって、そんな顔されちゃうと余計にもうずっと一緒にいたいといいますか、こんななんかずっと私の泣いてる時とかも全部知ってくれてる人たちなので、はい、こんなことってないだろうなって改めて本当に思いましたね、はい、大千秋楽とかね、さよならショーとかね、そうなんですよ、あの空気はもうあの名前呼ばれて階段降りる時あるじゃないですか、はいはい、袴降りて、はい、で挨拶たくさん考えてたんです、お風呂場で明日こう言ってあのこの素晴らしい景色がとかいろいろ考えてたのに、もう降りた時のあのみんなの顔とお客さんの顔がやっぱみんな泣き笑いのようななんかすごいお顔してくださってるのを見た途端もう挨拶なんかもう全て飛びましたよね、もうその時思ったことをぐだぐだ喋るという挨拶になっちゃいましたけど、もうそれぐらいあったかかった、なんかなんて素晴らしいところにいたんだろうなっていうのをあの瞬間に改めて感じました。あの北昇さんとは本当に濃い時間を一緒にお過ごしになったと思いますけど、はいはい、いろいろプレゼントをあげたりいただいたりするでしょう、はい、何をもらったことが一番残ってますか、自分の中に。あのお誕生日プレゼントをですね、はい、ある日車に乗ってる時ですかね、一緒に車に乗ってる時に、はいはい、なんか何欲しいって、はい、あ、いやもういあのむちこさんからいただけるのであれば私は何でも嬉しいですけどね、いや何欲しいか分かんないからさ一緒に買いに行こうかって、え、それはどういうことだと思いながら、あ、なるほどデートするんだと思って、うん、でそれで梅田阪急百貨店に待ち合わせをしてですね、2人でアクセサリーを買いに行ったんです。あんなにお客様がいっぱいいるところによく行きますね、2人で。覚えてますよ、真っ赤なジャケットを着た北昇海里さんがエスカレーターから上がってきたんですもん。うわーって思いましたもん。はい、何買いに行く。すごいですよね、なんかショーが始まったのかと思いますよね、お客さんも。そうですよ、競り上がりの子よりブワーって来たんですもん、シャーってなってですね、なんか、え、なんかアクセサリーじゃないのみたいな、いやネックレスとかなんか欲しいですねとか、ちょっと指輪あれですもんね、ちょっとなんかちょっと重いですよねとか重いですよねとか。で結局何を買ってもらったんですか。ネックレスを買っていただいたんですけど、あのこう合わせてつけて、で私の荷物を持ってくださってて、でこうつけて、で、あ、先生さんちょっとこれも出してください、ちょっとこれもなんかあのちょっとこの子ジグロなんでこれぐらいの色が合うと思うんでとか言っていただいているのが、私はあの人生初体験だったので、はい、本当に幸せでした。で結局じゃあ北昇さんこれがいいんじゃない、一番似合うよって言ってくれたものを買った感じ。そうです、私も可愛いなと思ってた、リボンがついたクリスタルのネックレスだったんですけれども、でもそれいつするかまた悩みますね。もう結構しちゃってますねそれはいいことですよね、ご自分の私物で大体、ね、撮影されることとかも多い、ね、ね、写真とか。なんか嬉しくて、結構お稽古場からずっとつけてってたら、逆に北昇さんに怒られました、道子さんに。それさ、そんだけ汗かいたらそれ本当にすぐダメにしちゃうから、ね、そんだけ汗かいたらもうすぐダメにしちゃうからっていうのも、はい、ね、今はじゃあ大事に取ってあるっていうことなんですね、はい、結構つけちゃってますまた結構つけてるんですね、はいはい、まあ、卒業した今だから北昇さんに言えることって何かありますか。そうですね、今だから、結構思いはその場その場で愛情は伝えるタイプだったのであ、はい、もう本当にでも、まあ、今だからって言いますか、まあ、今だから、いやでもその時も言ってましたが、あの本当にあのファン心理を持ちながらずっとキャーキャー言わせていただいてましたので、はい、あの危ない相手役でしたが本当に感謝してますという、でも今の方がでももっと伝えてますね、日常で何か見かけたりとかすると、
写真撮って送ってかっこいいですとかいろいろ送ってます。そうですよね、夢で見てね、LINEするぐらいですからね。それはすごいと思いますが、実は同じ質問を北昇かえりさんからも聞いて、やったこのリアクションすごい。普通の娘さん役はへえそんなどうしようっていう感じなんですけど、だってこんなガッツポーズする人初めて。スタートークさんだって、だってこういうコメントサプライズ的な、はい、もしかしてとは思ってました。ありがとうございます。感謝します。次回ご覧いただくということになっておりまして、次回の配信からはネスレ会員の方のみがご覧いただけるようになっております。といっても会員登録とっても簡単ですので、ぜひご覧いただいているホームページから登録してご覧いただければと思います。北昇さんがどんな言葉を日奈美さんにかけるのか、そしてそのリアクションはいかがなものかぜひ登録してご覧いただきたいと思います。さて前回北昇さんに卒業した今だから伝えたいこと、はいはい、もう常日頃から伝えていたことと、はい、おっしゃってましたけれども、同じ質問を北昇かえりさんにもしてみましたので、ではお待たせいたしました、はい、お返事を一緒に見てみたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、ふーちゃん、はい、みっちゃんです、お元気ですか。元気ですって聞くまでもないかなって思うぐらい毎日連絡取り合ってるので元気なことは知ってます。今こうして改めてですね、ふーちゃんと卒業してどうだったかなってこう思い出してみるんですけども、本当に私卒業した今だからこそこう思えるのは、現役時代そして星組のトップコンビとして本当にふーちゃんに巡り会えてよかったなって思ってますし、でまた戦友であり、そしてもう今は卒業してから大親友で、おばあちゃんになるまでこう相談できる良き仲間ができたなと今はすごく感謝しております。だ息詰めてましたがどうですか今のお答えは。いやね、声素敵ですよね内容よりも深いけど、いや内容 もあれですけれども、本当に嬉しいですよね。すごいですね、本当に嬉しい。なんか戦友からおばあちゃんになっても一緒に何でも話し合えるっていうのはすごいですね。おばあちゃんになってもってね、いいんですねってことですよね、うん、なんかね男役の時はそういうこと絶対にね、うん、おっしゃらない方わけですもんね、おばあちゃんなんてね。おばあちゃんになってもしつこく行きます、うん、しつこく行くないい、本当コンビは一緒ですよね、一緒に組んだ相手役、他の世界ではないですよね、このないと思います。相手役っていう存在が絶対だったっていう、ある一時期、うん、本当に結婚生活と同じぐらいの、うん、そうですよ、濃さでお互いのことを思い合う、うん、しかも一緒、はいね、結婚生活は別れたりすることもあるけど、そうですよ、この宝塚のトップコンビにおいては、うんうん、卒業してからも永遠に続くんですもんね。そうですよ、もうだから結婚しろ結婚しろって会うたびに美智子さんに言われますけれども、うん、結婚するよりもこのときめきを永遠にもらってる方が私は幸せだと思いますっていうことを言いました。ぐらい幸せだと。北昇さん結婚したらどうします？それもこの間お話ししたんです。結婚したらどう、嫌だよね嫌ですか。いや、まあ、そこはどうなんでしょうねって言って、でももうそこはもうここは確固たる夫婦なので、あそこは大丈夫です負けてないっていうことですねはい、では私だけが知っている北昇かえりさんの、はい、まあ、秘密でも何でもいいです。こうふと近くで一緒に 写真撮ったりとかいろいろした時に、うん、香水ではない、はあ、優しい柔軟剤の香りがしますね、うん、へ、柔軟剤なのか美智子さんの香りなのかそれは分かりませんが優しい香りがします。へっていう、あの香りすごい好きなんです。あ、そうなんだ、はい、他ではあまり嗅いだことはないんですか。ないです。しかも柔軟剤売り場に行ってもあの香りはないですね、うん何なのかしら気になって仕方がありませんけれども実はこちらの質問も北昇かえりさんに伺っておりますので、私だけが知っている日奈美風さんの秘密を暴露していただきたいと思います。なんだろう、
そうですね、あの私だけが知ってるふーちゃんっていうのは、まあ、いろいろあるんですけどあの舞台上でね、あのふーちゃんってねため息をつくんですよ。でそれがね、疲れてるとかしんどいとかそういうため息じゃなくて、一番ふーちゃんがため息つく時っていうのはフィナーレ前の、あ、フィナーレっていうかパレードの前のデュエットダンスの時に、あーとか言うんですよね、なんか舞台上で。なんか、なんでこの人急に今声出してため息ついたんだろうっていつも舞台上で思ってたんですけど、なんか、あ、それは幸せなのが声に出ちゃったんだなってある時気づいてですね、あの本当にそれは対談公演の時とか、あとあのジュピターのデュエットダンスした時に特にそれをなんか、あのいつもふーちゃんが声出してため息ついてたなっていうのを。でもなんかあの私自身もあのふーちゃんとデュエットする時ってすごく幸せでしたし、あ、本当にいい巡り合いをね、こうなんて言うんでしょう、あの相手役さんに恵まれてそういう出会いがあったんだなと思いながら、いつも自分もあの幸せをかみしめながらデュエットしてたので、まあ分からなくもないんですけど、あの舞台上でため息するのはもう勘弁してほしいです。 笑っちゃうので、はい。めっちゃ恥ずかしいですね。でもそうか、言われたらやってたってことは確かにそうですね。なんかおっしゃる通りなんですか、そのため息っていうか、 なんですか、嬉しいあまりに声が出ちゃうってこと。そうなんですよね。幸せでなんかあーってなるんです。へー、もうそれは確かに北昇さんにしかわからない、ね、しかも自分にしかあんま自覚ないですね。デュエットダンスの前のスタンバイしてる時とかにしてんですか。いや多分最中だと思いますね。多分踊ってる時になんかこの上ない、この2人だけ なんかこのあの空間と、はい、なんていうかあれってこうなんでしょうね、不思議な気持ちなんですけど、そう、もう好きが溢れ始めるというそうするとあのなんかそうなんですよね、あれでも恥ずかしい、そうですね。うん、あんまみんなそんな、そっか、そうですよね、みんなそう、みんなやってないじゃないですか、わかんないけど。確かにあの広い舞台でも本当2人だけが踊るって特別なシーンですよね。そうですね、デュエットダンス本当に素晴らしいですよ、うん、神聖な空気とこう神聖なこうラブが、うん、はいってなった、挙句ため息が出ます。もう勘弁してほしいって言ってますけど、また出しそうですよね。一緒に何かねお仕事されるときもね。そうです、それは仕方ないですもん、別にもう自覚してやってるわけじゃないのでね。そうですね、はい、よくわかりました。そしてですね、まあ、これで終わりじゃないわけですよ、やっぱりねメッセージを聞きたいですよね。はい、はい、のであの北昇さんにあのひなみさん宛のメッセージをいただいておりますので、はい、はい、ご覧いただきたいと思います。ふーちゃん、先日のバレンタインデーの時に、手作りのお菓子を写真撮って連絡くれたじゃないですか、みちこさん大好きって言って。でそれ送られてくるのかなってずっと思ってたんですけど、結局送ってこなかったじゃないですか。で、なんで送ってこなかったのって言ったら、もういやなんか送るの失礼かなと思って、自分で作って満足して写真だけ送って自分で虚しく食べましたって言って言ってましたけども、せっかく作ってくれたその気持ちが嬉しいので、味はどうであれ味はどうであれ、ふーちゃんが一生懸命作ったものだから、自分で食べないでちゃんと送ってください。賞味期限切れてお腹壊すかもしれないけど、でもそういう気持ちは卒業してもそういう風に作ってくれて嬉しいなって思うし、なんかまあ、ふーちゃんが嫁に行くまではなんとかお相手をしたいなと思っておりますので、イエイ、はい、ぜひお待ちしてますのでよろしくお願いします。バイバイ。予期せぬメッセージでしたね。はい、本当ですよ。いつもありがとうみたいなことを言う、おっしゃるの、今度共演したいね、またやりたいねとかっていう感じがスタンダードなんですけど、まさかの送ってないバレンタインチョコ
ねえ、その送られてきたらなんか怖いかなと思ってなんていうか対談してますし、なんかそれで手作り送られてきちゃったってなんかどん引かれちゃったら怖いかなと思って、そこが面白いですよね、うん、あの作った写真を送りつけることは怖くないわけですよね普通やっぱりそこ込みで怖いんですよもし怖いと思うのであればあそこ込みですか、そこはいいのね、そこはいいかなって思ったんですけど、面白いですね、送ったら怖いよなと思ったら、そしたらまさかの送ってくれないのっていう、いいんだと思って、いや怖いなって怖い怖いと思って食べました美味しかったですか今まあ自分で作ったものってね、うん、そんなにね、うん、あの、はい、わーっていう感じでもなく、そうですね、どんなチョコだったんですか、ガトーショコラみたいな感じですかね、にペンでピチコサ大好きって書いたやつです、なるほどね、まあちょっと送るの勇気いりますね、確かにね、いや怖い、それが何かの表紙でぐっちゃぐちゃになって届いた時にはもう恐怖のものでしかないっていう思いし、面白い、はい、でも相手役が北昇さんでよかったなって思える一番 の、はい、そのことは何ですか、このように本当に大好きって思えたことは奇跡だと思います、なんかこの出会えたのはやっぱり何か意味があってだと思いますので、うん、この気持ちさせていただいて、そして結婚するまではっておっしゃっていたので、だったらもういっそもう結婚せずいっそっとよろしくお願いしますガッツポーズしてましたもんね、よっしゃやったっておっしゃってましたけども、はい、さあそれでは北昇さんにメッセージをね、ぜひ、はいはい、日奈美さんからもお送りいただきたいと思いますので、 あちらのカメラに向かってどうぞ、はい、美智子さん、なんか嬉しいコメントたくさんありがとうございます、あの直接、ね、お会いした時はあんなことをおっしゃってくださらないのに、なんか本当はそうやって思ってくださっていただんたよ、もう本当にあのまた会いに行きたいと思いますし、たくさんお菓子を作って送りたいとも思いますし、これからも、愛情を表現していいんだっていうことを再確認しましたので、これからも、しつこいぐらいに、愛情をぶつけていきたいと思いますので、また、2人でどっかディズニーランドでも行きましょう行ってくださいもういいですか大丈夫ですか、はい、なんかもう声の張り感がもう全く違いますよね、こうやって話している人なんというかもう飛んでいくんじゃないかっていうぐらいのこのメッセージに愛が溢れていて、はい、よかったです、はい、ちょっと後ろから見たいですね、二人がデートしている様を見てみたいと思いますけど、行きたい、はい、はい、ありがとうございました、よかったです、はい、さあ次回は最終回となります、はい、最後は宝塚への思いを語っていただこうと思います。さて8週にわたってお送りしてきましたけれども、いかがでしたか、ねえ、はい、あっという間でございましたが、うん、8週も皆さんに、はい、ひなみふうをお届けしているとい う、 う本当にありがとうございます、はいはい、きっと皆さんのところにもパワーが届いていることかと思いますけれども、はい、10月に単独ライブのご予定があると伺いました、はい、これはやっぱご自分でもいろいろ足を腰をこれ歌いたいあれ歌いたいって考えるタイプですね、きっとそうです、うん、お茶会がかなり本格的になったという、うん、こう自分で考えていろいろ皆さんに愛情とかをお届けするのはすごい好きなので、はい、なのでこう今本当にいろんなことをヒントに、いろんな街中に転がっているものをヒントにしながらとかで、いろいろこうネタ帳に書いておりますあ、ネタ帳があるんですね、はい、こんなことしたい、こんな気持ち届けたいとかいうものを、はい、なんかどういうアーティストになっていきたいですか、まあ、女優さんというか歌手というか、そうですよね、これから、うん、まあ、本当にその自分の中でも、はい、宝塚がね、もともと大好きで、宝塚はずっとその、ね、はい、原動力でずっとしてきましたけれども、なんか今こう対談してまたこういうお仕事するってなった時に、うん、改めてこう世の中出た時にこの、人の気持ちを動かすお仕事のすごさを改めてこう感動したので、でそして私結構こう宝塚時代にたくさん幸せをいただきすぎてる方だと自分で感じてるので、うん、このパワーをやっぱり皆さんにお届けできるようなお仕事、まあ、今ざっくりしてますけれども、そしてこう自分が今可能性っていうものを新たにいろんなものをちょっとワクワクしてるので、本当に何でも挑戦して
行きたいとは思いますね、はい、舞台ももちろん、はい、さて毎回ゲストの方にはこの質問で締めくくっているわけなんですが、はい、ひなみふうさんにとって宝塚を一言で表すとしたら、はい、どんなところでしたか。ラブですよね。愛です。本当に愛がいろんなところに、はい、愛でしたね。本当にこんなにも愛情を感じられる場所ってなかったなって、はい、まあ、これからもきっとそうですけども、宝塚ほどあんなに親密にそれぞれのことを思い合って、はい、だからこそ見に行った時にみんな心が綺麗な方がやったされてる舞台ってこっちもやっぱり気持ちなんかあったかくなりますし、はい、愛だなって思います、はい、本当に今日お話伺ってても愛がいろんなのあふれてらっしゃる、うん、ひなみさんのお話だったんですが、ではファンの皆様に、はい、たくさんご覧いただいていると思いますのでメッセージをお願いできますか。はい、はい、たくさんたくさん、8週にもわたり見ていただきありがとうございました、私宝塚本当に大好きなところでした。もう幸せで愛情もいっぱいで、たくさんで皆さんからもたくさんの幸せをいただいて、対談して今新しい世界で、頑張ろうとしています、これからの世界も、引き続きやさらにパワーアップして、愛情とパワー全開で、皆様によりハッピーをお届けできるようなそんな人になれたらなって思いますので、これからも全身全霊頑張ります。よろしくお願いしますです。はい、ありがとうございました。力強いメッセージをいただきぜひまたいろいろ、はい、いらしてくださいね。また何週間経ったらまた誰かと一緒にとかでもいいです。そうですね、はい、ちょっと引き出しが増えてると思いますので本当にぜひいらしてください。ありがとうございます、お客様はひなみふうさんでした。ありがとうございました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。